ホテル。うん。うん。僕たち、付き合ってそろそろ2ヶ月だし、そろそろ、いいかなって。メタンちゃんの愛を確かめたいっていうか、付き合ってるんだし。そうだけど。でも、私たち、まだ小学生だよ。体に悪いかもしれないよ。そんなわけないのだ。同じ年代でも、やってる子はたくさんいるのだ。ほら、サトシとセレナとか、ドキンちゃんとバイキンマンとか、あいつらは絶対にやってるのだ。そうかもしれないけど。でも、ごめんなさい、ズンダモンくん。私、どうしてもそういう気分になれないの。ごめんなさい。そうなのだ。この前もそう言って、断ったのだ。メタンちゃん、僕のことが嫌いなのだ。そんなことないよ。ただ、なんていうか、まだ早いかなっていうか、心も体も準備ができていないっていうか。そうやって、いつも曖昧な言葉で、僕を避けるのだ。僕はメタンちゃんのことを本気で愛しているのに、お前のことがもう信用できなくなったのだ。じゃあね、バイバイ。ズンダモンくん、うぐうぐ、シクシク、シクシク、うぐうぐ。嫌い、嫌い、嫌い。この臆病者、が緊張。ズンダモンくん、すごく悲しい顔をしていた。私がズンダモンくんの心に傷をつけたんだ。私、いつも自分を守ることばかり考えてる。そうしてみんなを傷つけて、嫌われて。全部自分が悪いのに、寂しい、なんて思ってる。もう嫌だよ、こんなの。嫌い、嫌い。自分のことが大嫌い。